12月16日、横浜市青葉区にある山内地区センターでクリスマスジャズコンサートが開かれました。生の演奏を地域に届けようと、山内地区センターとフィリアホールが連携し開催しているコンサートです。6回目の開催となった今年のコンサートでは、去年に引き続きアコースティックトリオのジョゼがパフォーマンスを披露しました。ジョゼのメンバーはピアノや鍵盤ハーモニカの奏者徳田さんと、パーカッションの吉本さん、ウッドベースの入船さんです。3人はこの日、昼と夜の2回演奏を行い、それぞれ1時間半ほど独自のアレンジを加えたクリスマスソングなどを演奏しました。僕は初めてなんですよ。演奏聞かれていかがですか？いやー、素晴らしい。いいクリスマスになりそうです。ありがとうございます。